俺のラーメンファイル三吉屋西堀本店。創業は昭和32年、新潟市内のラーメン専門店としては最も長い歴史を持つ店だ。現在のれんを守るのは2代目の坂田和夫さん。創業者である父の後を継いでからもう40年以上になるという。そんな三吉屋の中華そばは創業以来変わらぬ醤油味。平ざるですくった麺を飴色スープに泳がせ、青々としたネギに薄色のメンマ、そこにチャーシューとなるとか。はい、お待ちどうさまでした。さあ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 、はい、お目見え、はい、来ました。これが三吉屋の中華そば。それにしても淡い配色ですっきりしてそうだ。で、お味の方は、まずはスープから。まるで別光飴のような色がなんともノスタルジックだ。あっさりフェイスのあっさり醤油だが、程よいコクもある。これは浮いている油の仕事か。うちの場合は基本的には豚骨と煮干しと野菜とそれだけですね。普通はあの豚骨ラーメンあたりとか、ああいうとこはもう3時間4時間煮るでしょうけど、うちあたりはもう1時間もかけないで、弱火でチンタンとは言いませんけど、まあそれに近いで、そこに油としてチー油って言って鶏油が入るんですけど、この黄色いのがチー油なんですけど、こういうあっさり系です。そして基本的にはこれタレって返しって言うんですけど、この返しでチャーシューを煮るわけですよ。そうするとチャーシュー のエキスをもらって、この中にも旨味成分が入るわけ、チャーシューのね。こっちはガラのあれだし、でこれで合わせて出来上がりってことですね。だからこの返しがこう変わって、もう60年間変わってないから、多少スープはやっぱその日の出来具合って多少ほらガラの種類とかあって、ちょっと火加減を間違うとか、でもこの返しが60年間一緒だから、この返しがあの違う醤油を使うとまた違うラーメン屋さんになっちゃうけど、やっぱりこれがやっぱり基本ですかね。続いては麺だ。細くてチュルチュル、すすり心地がとてもいい。麺の縮れがスープを運ぶ。鼻に抜ける香りに長く愛されてきた中華そばの王子が忍ばれる。うちはね、やっぱり元祖が屋台ラーメンって言って、60年前にうちの親父が、まあ、屋台って小屋でやってて、やっぱりあのそばが簡単にあのすぐ上がるように、あの屋台だから火力を使えないから、ということは細い麺だとすぐ上がりますよね。それが元祖であって、それでその細い麺に合うのは何だって言った時に、あっさり系の醤油ラーメン、ちゃんとコクもあるんですけど、そういうラーメンですね。そこが発祥ですよね。色の淡いメンマもこのスープにはぴったりだ。シャキッとした噛み応えと程よい味付けで、いい箸休めにもなる。そしてチャーシューは豚ももか。脂身が少ないが柔らかく煮てある。中華そばに実によく合うように計算されてるぞ。うち女の人が多いから脂身はあんまり使わないんですね。もも肉ってもう脂身が少ないから、基本的には全部赤身だけで、うちは本当に昔からのシンプルで、トッピングはネギ、メンマ、チャーシュー、ナルト、この煮卵も入りませんし、もうシンプル、昔の本当の中華そば。昔ながらはこのメニューもまた
それにしてもジュースのラインナップが昔価格のままでない？え、これはあくまでもサービスであって、もうあるこの開店と同時にこの看板って変わってなくて、この値段だけはちょっとやっぱりいじりましたけど、今時こんなシトロエン、まあ、シトロエンは車ですからね、今でいうサイダーですよね。お客さんとのコミュニケーション、これ何ですかって、こういうそういう質問の中でコミュニケーションがあったりするじゃないですか。うん、確かにね。まあこれはあくまでもサービスだから、まあ、値上げももう全然してないし、まあ これでいいのかなっていう。大将、ラーメン作りはお父さんに習ったの？いや、習ったっていうか、まあこういうあっさりラーメンだから、ここへ1週間もいれば覚えちゃいますけど。またまたご謙遜を。まあただこれだけ、まあ60年間やらせてもらって、新潟市民に愛される店を目指してここまでやってきましたけど。60年ね。でもずっと同じ味を守るってやっぱり大変でしょ？いや、それはね、僕たちが、まあ、うぬぼれかもしれないですけど、身内3人兄弟で新潟市内に3店舗あるんですけど、他人に任してないから朝のチェックを全部やってますよね。だからブレがほとんどないわけです。それが売りですね。だから365日同じ味っていう。もしかして3人兄弟だから三吉屋って店名に？これはね、なんかまあ、初代の親父なんですけど、2回ぐらい職業を変えて3度目になった時に、3度目の吉、スリーハッピーになるようにと、という、なんかまあ本当なのか嘘なのか、まあそれが由来ですね。今は3兄弟でスリーハッピーだ。そうですね、3人揃って三吉、これが真髄です。3度目の正直を願った三吉屋、そして今父の味を受け継いだ三兄弟の三吉屋が地元に美味しいハッピーを届けている。もちろん俺もハッピーをいただいた。ごちそうさまでした。